サメさん文学部の長文行ってみたいと思います。では本日の全体像でございますが、サメさん空所補充問題ですね。これは文章そのものが短いのでですね、7問全部いけるかと思いますので、よろしくお願いします。サメさん第1段落でございます。一読をしていただいた後ですね、この空欄1番でございますが、この選択肢4つの中から適切なものを選んでいただくということでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん文頭がですね、パス動詞の原型で始まってますよね。つまり命令文ということでよろしいかと思います。皆さん命令文で始まって何かを入れて、でその後皆さん will ですね、未来を示す表現がございますので、ここまで条件が整っていればですね、多分いけるかと思います。で皆さん正解は A の and ですよね。皆さん思い出していただけるかと思いますが、皆さん命令文うにゃうにゃ and 点点点ですね、うんたらかんたらすれば点点点ということで皆さん問題ないかと思います。もちろん空欄1番の左側右側見ていただいてわかるかと思いますが、どちらも肯定ですからね。これ皆さん反対になっていたら、オアが入る可能性が高いですが、どちらも肯定ということでございますので、アンドで正解ということでよろしいかと思います。サミさん続いて問いの2番でございます。そこも選択肢ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんヒントどうしましょうということなんですが、空欄2番の左側、この棒線部引っ張ったところなんですが、皆さん眺めていただきますと、コンプリートでフリーやヒューマンインディビジュアルということで、プラスの価値観を持った表現がありますよね。もしくは皆さんサイエンティスト、皆さんこれがこうつながっていきますが、皆さん見ての通りグレートということですね。ですからおそらくプラスの価値観、肯定的な価値観を持つ表現を選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん選択肢の単語はちょっと難しいんじゃないかなというところで、皆さんちょっと板書してみました。で、先ほどもお伝えしましたが、このオレンジのところですね。皆さん、プラスの価値観を持つ表現がくっついておりますので、ですから、選択肢4つの中からプラスのものを選び出すことができれば、それが正解になるんじゃないかなという感じでよろしいかと思います。で、皆さん、まずどうしますかということですが、例えば皆さん、選択肢の B ですね。ディトラクターということです。で、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、皆さん、多分 DE、これだったら皆さん知ってるんじゃないですかね。DE ですね。もちろん、離れるということでございます。ですから、どちらかというと皆さん、マイナス方面へ離れる表現でございますので、これはちょっとさすがにどうかなって感じがいたします。そして、皆さん、選択肢 C どうですかって言うと、皆さん、これはもうちょっとわかりやすいですかね。この辺ですね。皆さん、マルファクターズということです。皆さん、マルファクターと言われたら、皆さん、これですよね。皆さん、マルニュートリションということですね。皆さん、マルニュートリション、皆さん、聞いたことがあるんじゃないかなという感じがいたします。皆さん、もちろん、これですよね。皆さん、栄養失調でございます。ですから、間違いなく、マイナスの内容ですよね。ですから、皆さん、マルファクターズも、マイナスの内容ではなかろうかという感じでよろしいかと思います。そして、皆さん、選択肢の D、サブトラクターということですが、皆さん、これも、これですね。サブがくっついてますよね。で、皆さん、サブと言われたら、このあたりが有名ですかね。皆さん、サブウェイということでよろしいかと思います。もちろん、地下鉄ではあるんですが、下という意味ですよね。ですから皆さん、どちらかというと皆さん、マイナスの価値観を持った表現ではなかろうかということでよろしいかと思います。そうなってくると皆さん、BCD はちょっといまいちだなぁ。となってくると選択肢の A ですよね。皆さん、ベネファクターということです。で、皆さん、どうしますかということですね。皆さん、出だしのベネですよね。皆さん、ベネと言われたら、これですよね。皆さん、恩恵とか利益という意味でよろしかったかと思います。ですから、当然これは、プラスの価値観を持つ表現でございますので、どうやら正解は、A ということでよろしいかと思います。こういう感じで皆さん、語源ですよね。参考になさっていただけるとよろしいかと思います。サミさん、続いて3番でございます。皆さんもこの4つの中から考えていただけるとよろしいかと思います。
デミさん、ヒントになりそうなところにですね、ちょっと線を引っ張ってみましたが、どうですかね。例えば、ヒューマンジーニアスですね。人間の才能、まあ、天才ですよね。そして、エッセンシャルエクセレンスでございますので、本質的な素晴らしさ。で、その関係性を、サメさん、どうしましょうか。で、もちろん、ヒューマンジーニアスというものは素晴らしさですね。卓越性、そういうものを兼ね備えているのはおそらく間違いがないかと思います。その間違いない事実を Never put in うにゃうにゃというところで表すことができれば大丈夫そうですね。で、 A であれば Debt でございますので、これを選んでしまうとなんか借金がないみたいになっちゃいますね。で、 B であれば Depth、 深さ、深みがないのでしょうか。で、C、D で詳細さがないのかと考えていくと、選択肢 D ですよね。これが正解ということでよろしいかと思います。で、まず もちろん疑いがないんですよね。疑問を挟む余地は全くないですよ。人間の才能は本質的な素晴らしさを間違いなく持ってるでしょうからね。ですので、選択肢の D、こちらが正解ということでよろしいかと思います。さらに最終段落でございます。一読をしていただいた後、空欄4番ですね、どの4番考えていただけるとよろしいかと思います。さらに、ヒントはどうしましょうということなんですが、皆さん文頭に皆さん however がいるんですよね。で、これは以前からお話はさせていただいておりますが、反対、対比を示す表現ですね。これがヒントになってくる可能性が極めて高いですよということでございました。ですから、反対ということでございますので、選択肢の中から選べそうですね。で、皆さん A agree であれば同意するでございますので、さすがにそれは反対にはならなさそうですよね。で、皆さん、ディセンティングはちょっとさすがにわからないかと思いますので保留にいたします。で、 C のオーバーウェルムは、これは圧倒するですよね。で、 D のユニファイは統一でございますので、両者ともに反対にはならないですよね。となってくると、正解は B ということでよろしいかと思います。デビさん、ちなみに B のディセントですが、反対意見を述べることでございますので、一応ちゃんとつながりはあるんですね。で、じゃあ皆さん、これ覚えますかといったときに、そうしょっちゅうは出てこないかと思いますので、あまり無理はしなくてもよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空欄5番ですね。よろしくお願いいたします。さあ皆さん、ヒントでございますが、ちょっと皆さん、波線を振ってみました。おそらく皆さんも考えたときにですね、変化への脅威というところを皆さんおそらくヒントにしてるんじゃないかなという感じがいたしますし、もしくはアゲンストですよね。皆さん、アゲンストも反対ということでございますので、皆さん、もちろん、教会とガリレオですよね。その関係性から皆さん選んでいただいてるんじゃないかなっていう感じがいたします。で、A ですが、皆さん、アクセレレーションは加速でございます。特に皆さん、速度の話はしていないので、A はダメそうですよね。で、皆さん、B ちょっと保留にさせていただいて、C、プレゼンテーション。皆さん、なんかプレゼンテーションの話してますかね。で、D のテンプテーションは誘惑でございます。誘惑の話もなさそうですよね。となってくると、選択肢の B、フラグメンテーション。これが正解ですよね。もちろん、フラグメンテーションご存知の方は、かけらということですよね。皆さん、かけらというのは、分裂してできたものですよね。ですから、分裂ということは、A さんと B さんで意見が反対というような状況でございますので、アゲンストとぴったりということでよろしいかと思います。で、もちろん、フラグメンテーションですが、フラグメント、分裂という意味、そこから皆さん、持ってきていただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、続いて6番、よろしくお願いいたします。で、皆さん、ヒントはどうしましょうということなんですが、皆さん、まず、ガリレオに向かって、
てどういう発言をするのかということですね。で、それがおそらくつながりそうなのは多分やっぱりこのあたりでしょうかね。両者は意見が食い違っております。分断しております。反対意見ということですね。ですから、皆さんもそうかと思いますが、意見が違う、自分とは異なる人に対してどういう発言をするのかというふうに考えていただけるとよろしいかと思います。ですから正解は D ですよね。あなたも間違ってると、君は間違ってるということで問題ないかと思います。で、皆さん最後は空欄7番ですね。最後頑張ってくださいね。で、皆さんヒントはどうしましょうということなんですが、例えばこの二重防線のところから持ってこれそうですかね。ガリレオに対して、つまり意見が違う相手に対して、君は間違ってるというふうに発言しているということは、これですよね。人間の秩序、もしくは人間の幸せにとってうにゃうにゃだからですよね。で、皆さん A のベネフィット、恩恵プラスの価値観とか B のコントリビューションですね、貢献、こういうプラスの価値観、もしこれが正解だったらお前も間違ってるとは言わないですよね。で、皆さん C のインディファレンスであれば、皆さんこれ無関心ですからね、無関心であればこういう発言にはつながらないかと思います。となってくると正解は D ですよね。皆さんメナス、脅威ということでよろしいかと思います。もちろん脅威はここですね、スレッドというところにもつながってきますので問題ないかと思います。サムさんお疲れ様でございました。では今日は文学部空小集問題扱いましたが、これは他の学部の空小集問題でも同じことが言えるんじゃないかなという感じがいたします。で、皆さん振り返ってみるとですね、例えばカッコ1問ですね、文法などのこれですよね。皆さん知識がちゃんとあるかどうかを試す問題があったかと思います。皆さん出ていたのは命令部うにゃうにゃ&点点点、もしくはオア点点点ですよね。このあたりは皆さん大丈夫かと思います。そして皆さんこの知識以外の問題、それが皆さん内容把握問題になるかと思います。で、皆さん難しいのは、厄介なのは多分こっちかと思いますが、結局はこれですよね。皆さん言い換えを見つけることができるかどうかが重要なポイントになってくるかと思います。ですから皆さん最後の問題なんかでもスレッド、メナスがこういう関係性ですよね。皆さんニアリーイコールでつながるかというところでございます。ですので皆さんメナスがやはり正解ということでよろしかったかと思います。でもちろん最低限の知識としてやはり語源がやっぱりあるとですね、これは強いなという感じがいたします。で、皆さん出てたのは DE とか丸とかサブとかでしたが、このあたりはじゃあどうしますかと言った時に、皆さん私のまあ、お気づきの方いらっしゃるかと思いますが、私の YouTube のもう一つのチャンネルですね、それは皆さん参考になるんじゃないかなという感じがいたしますので、ですから皆さんスマホでご覧になっている方ですね、いつもお伝えしておりますが、皆さん画面の右下にこのボタンがあるかと思いますので押していただきますと、リンク先貼っておりますので、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。ということですので、皆さんひとまず空小集問題のポイントを改めて確認させてくださいね。ということで明日以降もよろしくお願いいたします。